ちょうど良き。よかった。メールの団子可愛かった。お、ありがとうございます。もう最近本当にレッスン中髪の毛邪魔すぎて、今日もずっとこの髪型でした。ハーフアップ、今日はハーフアップしました。見える？ハーフアップ。そう、高めのハーフアップ。ちょっと前、あ、わかるか。自分でやりました。ここに見て、桃がついてます。見える？桃つけました。こんばんは。桃大好き。桃が一番好き、フルーツの中で。え、ハーフアップってガーリーかな。でも高めだからちょっとあんまり。美容院後にゆきちゃんのお話し会だからめっちゃ楽しみ。あ、じゃあめちゃくちゃいい状態でお話しできますね。美容院行かないとな、ずっと行ってない。耳出してる方がいい。本当にポニーテールとか。ポニーテールもね、なんかポニーテールだとエリちゃん今日もゆきちゃんのこと大好きって言ってた。本当に？いつも言ってくれるんですよ、エリちゃん。今日も可愛いねって。ポニーテールだとなんか、ポニーテールだとこんな感じです。美容院とカレーうどん行きたい。美容院紹介まだしてない。ポニーテール、ハーフアップとポニーテールどっちがいいですか？こんばんはって。ポニーテールのがいい？究極の質問。嘘、どっちでもいい。そこにシュシュがあれば確かにポニーテールとシュシュになる。え、僅差でポニー。ポニーテール人気じゃん。じゃあポニーテールにしよう。ちょっと結び直すします。こんばんは。ただいま恋愛中公演楽しみって。やった。ちょっとだんだんと完成させて本番迎えられるように頑張ります。結構いつも高めでしちゃうんですけど、ポニーテールこんくらいで。こんばんは。ポニーテールで結ぶ。あ、ユアワークスさん、ハートありがとうございます。
お団子も、お団子も気のしてました。そう、高めのポニーテール、いつもポニーテールは高めでしてます。なんかここの毛が短いからさ、ポニーテールするとなんかすごい出てくる、出てきちゃうから、それが悩み。だからここで桃で止めてる。桃で、桃ちゃんで止めてるの。あ、伊沢さんハートありがとうございます。なんかここがボコってなる。ツインテール、そう、ツインテールやると幼くなるからね、あんまりしないです。したことない。桃が好きなんですよ。桃が好きです。フルーツの中で一番。なんかない、それも良き。こんばんは。金髪でツイン、金髪でツインしたらなんか韓国アイドルみたいになりそう。あ、優秀。オイルがあった。よし、オッケーじゃない。グッズでアクスタ出してほしいって、アクスタ欲しい、自分の出してみたい。まとまった、まとまりました。ここがなくなった。サマステ仕事で行けないのつらい。そっか、平日、平日ですもんね。残念。マリオ好きですか？マリオ大好きです。最近できてないけど、ちょっと前マリオカートにハマってめっちゃやってました。特技マリオカートって言ってましたもん最初。ゲーセンのゲームセンターもあったらいつも行くんですけど、ゲーセンでも絶対マリオカートやってました。あ、ヨアワークさんハートありがとうございます。こんばんは、はじめまして。近所の美人のお姉さん、近所の美人のお姉さん、アイズワングッズ紹介の動画でゆきちゃん知った上司がファンになってお話し会申し込んでたの。え、嬉しい、それは嬉しいです。いいな、研究所のサインのやつゆきちゃんにしました。お、ありがとうございます。じゃあこれからサイン書くんだ、書くの楽しみです。マリカ、マリカ好きだし、マリオブラザーズも好きだし、マリオ系のスイッチのカセットは結構ほとんど持ってると思います。好きなキャラ、マリオカートでいつも使うキャラはロゼッタです。ロゼッタ使ってます。マリオブラザーズだったらピーチ姫。ゲームは
苦手だから全くやらないんですけど、マリオだけやるんですよ。マリオとか戦う系が苦手だから。戦う系のゲームはあんまりやらないけど、マリオは好きです。あとそれ以外だったら動物の森とか、そういう平和なゲームしかやらないです。戦うのは負けたら悔しいし下手くそなんで。スマブラはやったこと1回だけあるかないかくらいです。しかも女子が2人もアイズワンが強く、そんなことあるんだ、嬉しい。それは感謝です、乗せてくださった方に。17期でゲーム大会、確かにマリカ、でもしたいな。負けたら悔しい。それはもうずっとだって最初の頃マリカ得意ですってずっとアピールしてたのに、それで負けたらめちゃくちゃ悔しい。ピーチ姫、あ、そうだ、たまたまピーチ姫はたまたま桃、確かにピーチも桃だ。ピーチ姫ゲーセンの UFO キャッチャー得意ですよ、得意。もうこれが欲しいって思ったらそれが取れるまでやるから、毎回ゲーセン行ったら使いすぎちゃうんですけど、まあ買った普通にお菓子とかだとしたら絶対買った方が何個も買えるし確実に手に入るしいいっていうのがは分かってるんですけど、それが取れた時の嬉しさが楽しいんですよ。ゲーセンは絶対に行きます。あったらゲーセンだけのためにとかも行っちゃいますね。水島から勧められてきました。本当に紹介して勧めしてくれたの。17期波動3連勝だった。そうだったんだ、今日のも勝ったんだ、すごい。ゲーム強いのかな、みんなね、みんな運動神経いいから。イヤホンガンガンゲーム、それやってみたいんだよね。なんか結構前に流行ってたじゃないですか。一回もやったことないからやってみたい。それでお母さんに怒られる。そう、もうやめなって言われるけど、やっぱどうしても一回これが欲しいって決めてやってたら絶対それが欲しくなっちゃうかな。UFO キャッチャーで撮ったことあるのはプリクラは撮らないな最近。一度は見ときなさいと嬉しい、おすすめしてくれたんだ。なんかまたミユから勧められてきましたって方がいる、嬉しい。そんなに進めてくれたの。ゲーセン行くとあっという間に1000円。でも1000円なんてもんじゃないよ。ジュルさんタコありがとうございます。ゲーセンはねハマりますよね、一回行ったら。ラストって言って、そう、これが本当にもうこれ取れなかったらやめるとか言って、でももう一回やればいけるとか言って結局また何回もやっちゃう。好きなディズニーとかサンリオのキャラクターは、好きなディズニーのキャラクターはアリエルとバズライトイヤーとミニーちゃんですが特に好きな3人。サンリオはキキララが好きです。レッスン終わり、そう今日はレッスン終わりです。
バズライトイヤー、そうめちゃくちゃ好きなの。もうディズニーが、もうディズニーっていう言葉にすぐ反応しちゃって、え、そう映画やってるんだけどまだ見れてないんですよね。バズだけ系と、確かにアリエルとかミニーちゃんは可愛い系だけど、バズね、ジャンル違うけど、でも可愛くないですか。なんであんなに可愛いんだろうバズって。なんかすごいミニーちゃんとかみたいに、そういうなんか誰が見ても可愛いとかじゃないけど、なんかね可愛いですよね。ゲーセンで撮ったやつちょっと見てほしい。これと撮りました。すごくない？これ何回で撮ったと思う？これ可愛くない？そう、ビグレットめちゃくちゃ可愛いの。これ出しちゃダメなの？出しちゃダメなのかな、これ。一応耳だけ。これならいい？正解は2回です。2回で撮りました。すごくない？まさかの2回。これは絶対に何回やっても撮るって決めてたんだけど、まさかの2回で撮れました。なんで？これ写したい、可愛いから。すごくない？すごいよね、2回で撮れたんです。なんか顔の、あ、全然違かった。こんくらいに、こんくらいしたら顔の大きさ一緒。すごいよね、自分でもすごいと思った。見て、ちょっと遠近法でこんくらいで顔の大きさが一緒になる。かわいい。違うんですよ、クレーンゲームの爪とか、違う、周期とかじゃなくて、やっぱ技術で、そう、得意なんで、クレーンゲーム。クレーンゲーム企画とかしたいな、何個取れるかみたいな。でも意外とこういう大きい方が取りやすいんですよ。でも大きすぎても重さで取れないし、ちっちゃすぎてもその掴むやつがちゃんと掴めないし、こんくらいが多分一番取りやすいかもしれない。アニメは全く見ないですね。アニメはドラえもんとかクレヨンしんちゃんとかしか見ないです。クレーンゲーム企画やりたい。ガチャガチャもやります。出るまでやる。爪3つのやつ、あれが一番、2つとかだともうバランスも考えないといけないから難しいよね。タグに引っ掛けて、このこういうところ、クレーンゲームいくらまで出すで、いくらだろう。でも
もしこれが2回で取れてなかったとしたら1000円は出します。1000円やって、あ、もうちょっとでいけるってなったらもうちょっと取れるまでやるかもしれないけど、ちょっとも動かないとかだったら諦めるかな。でもこれは絶対に欲しかったから、これはもう2回で取れてめっちゃ嬉しすぎる。これは2回は大切だから、いつも一緒に寝てるんですよこの子と。クラノーさんとかシタオさん やられてたんですか。楽しそう。クレーンゲーム企画、普通にクレーンゲーム好きだからそれを企画としてやりたいな。この子の値段、この子の値段200円。店員さんに言って、あ、いつもねちょっと取りにくい場所にあったら移動させてもらってるんですけど、この子はもう本当に誰にも頼らず、誰にも頼らずそのまんま2回で取れました。え、あの姉さん、クマありがとうございます。嬉しい、クマありがとうございます。ピンク、ちょっとクマじゃないけどピンクのぬいぐるみだから、この子でありがとうございます。嬉しい、クマのぬいぐるみ。あ、韓国人ファン、韓国の方だ、嬉しい、ありがとうございます。韓国の方だった、びっくりするくらい力弱い時ね、なんでこんなに弱いのって、こう絶対取れるわけないじゃんっていうのありますよね。5000円使っても1回も取れなかった。え、それは悲しい。大きいやつだったのかな。抱き枕がないとダメなタイプ。そうですね、抱き枕とか布団がなんかないと寝れないです。フィギュアとかの箱、え、逆に難しそう。そういう箱のやつ、なんかあの掴む、入れ込む場所が硬いから難しそう。これはいつも着てる洋服です。多分甲羅、クレーンゲームは取れた時の嬉しさがいいんですよ。これどこら辺使うんだっけな、多分これアームが3本のやつだったんで頭ですね。やっぱこういうのだったら頭掴んだ方が取れやすい。頭取れば勝手に体がついてくるから頭目で取ってます。お、これクマじゃなくてピグレットって豚ですよね。ピグだから。フォローしました。ありがとうございます。ルームフォローしました。ありがとうございます。おばあさんのクレーンやろうと池袋行ったけど、並んでる人が誰も取れてなかったからやめた。逆になんか誰も取れてなかったら、これで自分が取ろうってなる。でも確かにそんな、何もやって取れてなかったら無理なのかって思っちゃうか。
一回試して無理そうってなったらやめちゃうかも。お菓子系もやっちゃいますね。豚さん、これどうなんだろう。でもこのなんていうの、このキャラクターの他のやつならよく結構いろんなとこで置いてあるの見ます。この一個小さいサイズの、あれこれと同じかな、これと同じくらいのチップとデールの、デールだっけな、デール、あれどっちだっけな、デールの方も持ってるんですよ。このちょっとなんか可愛い顔のデールのやつ持ってるんですけど、それはいろんなところで見ます。ミッキーとかもある、プルートとか。あ、2000人ありがとうございます。クレーンゲームしてると小さい頃めちゃくちゃ見られる、わかる。なんかクレーンゲームね、ちっちゃい子めっちゃ見てくるけど、気にせず一人でやっちゃってます。フォロワー2000人、え本当に、フォロワーはまだ2000人いってない。視聴者さん2000人ありがとうございます。色とフォルムがおばうさんに似てるから横に並べてみたい。確かに色似てる、ピンク。ジル・スチュアート好きになった。ジル・スチュアートは買ってみたいとは思うけど買ったことないんですよ。でも気になる、ジル・スチュアート普通にパッケージとか可愛いから持ってみたいです。初見さんいっぱいいる？初見さんこんばんは、はじめまして、平田ゆきです。おお、待って、リップに当たるこの耳が。初見さんよかったらフォローしてくださったら嬉しいです。フォロワー2000人って通知が出てきた、あれ本当に。太鼓の達人と、太鼓の達人はあんまやらないかな。リズムゲームとかやらない。マリオカートだねやっぱり。あ、アミちゃんサイリウムありがとう、イサオさんもハートありがとうございます。こんばんは、初見さんだ、こんばんは。あ、なんかずっとこれ映してたけど、これ映しちゃって大丈夫だったかな。ぬいぐるみたくさんいます。 UFO キャッチャー見てくる子供によくあげたりしてた。え、優しい。子供、小さい子ってクレーンゲーム取れたらめっちゃ嬉しいですよね。私も小さい頃クレーンゲームとか、小さい頃からやっぱいろんなところ行ってました。やっぱなんかこんな、こんくらいの小さいぬいぐるみとか集めてました。フォローしました、ありがとうございます。え、ふうさんタコだ、ありがとうございます。タコピンクだからお揃い。あれ待って、あ大丈夫だ、今日11時まで配信します。さっき今日帰ってきてから寝ちゃったんですよ家で。そしたらなんか本当になんかもうすごい昼寝とかじゃなくてもうガチの爆睡しちゃって、で起きて今何時か分かんなくて、感覚的に夜中だったんですよね。夜中の3時とか、うわまたリビングで寝ちゃったと思ってたら、え、そういえばショールームやってないじゃんと思って
本当に夜中の感覚だったからめちゃくちゃ焦ったんですけど、それで7時とかだったんで安心。本当に焦った、夜中かと思って、ショールームやってないって思って、誰も起こしてくれなかったって思って、めっちゃ焦った。全然間に合ってよかったです。あ、ジョルさんタコありがとうございます。かなりの時間映ってた。多分ピグレットの方が映ってる半分以上。フォローしました、ありがとうございます。夜寝れる？夜全然寝れます。もう寝れない時がないくらい、常にいつでも寝れる状態。今日もお昼ご飯食べながら寝そうだった。電車もそう、めっちゃ焦った。なんか最近本当に眠りが深いのか、毎朝焦ってる。今何時って、時間感覚も曜日感覚もわからない。レッスン終わって外だったら真っ暗で、もうこんな時間って、ね、もうこんな時間とかなることが多い。今日もう木曜日とか、本当に感覚がわからなくなってきた最近。明日も配信します。お昼頃かな、お昼頃にしようと思ってます。夜ができないので、明日は夜ができないのでお昼にしようかなって思ってます。そう、二度寝とかしちゃって、二度寝してあやばいと思ったらまだ2時間前だったっていう安心感。プリクラコーナーはもう高校卒業してくらいからプリクラとかもう撮らなくなった。でも全然撮りたいと思って、撮る友達がいれば。久しぶりにプリクラ撮りたいな。今日もレッスンお疲れ様、ありがとうございます。みんなもお仕事だったかな。あ、ふうさん星ありがとうございます。鼻筋綺麗、本当に鼻嬉しい、褒められるの。今日も夜もう全然、今すぐにでも寝れる。なんか眠いとかじゃないけど、今眠いからとかじゃないけど、寝ようと思えば寝れる。ご飯食べながら寝そうになってたら、ご飯食べながら寝るのは赤ちゃんだよってみゆに言われました。確かにと思って。低気圧だから眠い、低気圧だから眠いとかあるんだ。低気圧か、なんか雨降ってたりして低気圧だと頭痛くなるとこはあるけど。まえちゃんさんハートありがとうございます。充実してる。あ、明日は夜配信じゃなくてお昼にやります。エリちゃんが君のことをたくさん話していたよ。エリちゃんたくさん話してくれるじゃん。めっちゃいろんな人に言われる今日。明日やっと4連勤終わる。お疲れ様。4連勤も偉い、お疲れ様。17期全員でプリクラ撮りたいな。一気に11人入るかな。でもなんか青春とか11人はどうだろう。入りますよね多分。撮りたいな。青春ってまだあるのかな。
ショールームあるって思ったから乗り切れた。え、何それ、嬉しいんだけど、嬉しすぎる。小林蘭ちゃん顔かわいしき、え、本当に嬉しい。小林蘭さん、え、嬉しい、やった、初知り、初めて聞きました。え、嬉しいな、嬉しい。なんかあんまり自分のこと可愛いって言ってくださってる先輩とかあんまり聞かないんで、めちゃくちゃ嬉しい。ファンミでプリクラ撮れるイベント、あ、確かにそういうのもいいな、楽しそう。ファンミ何やるんだろうな、なんかみんなで企画したい。ハート作ってください、ハート、これ指か、指ハート。ハートです。夢はよく見ます、でも全く覚えてない。こんばんは、昼会えるなんて最高じゃないですか。お昼にします。みんな12時から1時くらいが一番見やすいですよね。初知り、初知り、その知りじゃないですよ、初めて知りました。ダンスさん、ダンスめっちゃうまいですよね。さよならモーリさんの口パクの当てるやつでめっちゃすごかった。それなのにちゃんと歌っててすごってなった。会いたいぜ。ダンス対決とか絶対無理ですよ、うん、そもそもダンス得意じゃないんで。なんかダンス特技ダンスですって言えるくらいダンス上手くなりたいな。え、前にビルバンであったイベント行ったことあります。え、すご、めっちゃ前じゃん、多分4年前、4年前だ、すご。まだ知ってくれてるの嬉しい。今来ました、あ、としさんこんばんは。昼休み把握されてる、そう、みんなの昼も朝も把握してますよ。こわ、あ、トシさんめっちゃかわいい、ありがとうございます。初見の方多い、初見さんこんばんは、はじめまして、平田ゆきです。埼玉県出身の19歳です、よろしくお願いします。バイト前に見れそう、バイト前、お昼、お昼みんなが見れる時間にやりたいな、みんなが一番見これ来やすい時間にできたらいいな。本田警察に指導されたい、うん、そう、本田ひとみさんにダンスめっちゃ厳しく指導してもらいいただきたいです。多分今の状況でやったらもう直すところしかない、指導するところしかなさすぎて、大変大変なことになる。埼玉が池袋に、埼玉ってことは池袋がにわかってどういうこと、なんか埼玉県民池袋行くみたいな、なんかコメントこの前見たけど、
私は池袋には行きません。お話し会で出したよって言ってたファンレター劇場に問い合わせたら預かりはしてるけど17期でまだ誰にも渡してない。時期を見て渡してくれるし、あ、なんかそう、他の17期のメンバーに聞いたらまだなんかいっぱい溜まらないと渡せないみたいな、溜まってからじゃないと渡さないみたいなこと言われました。早く見たい、あみちゃんのお手紙早く読みたい。飛んで埼玉、飛んで埼玉見ました。なんか飛んで埼玉あんま興味なかったけど友達に無理やり見させられて、けど普通に面白かった。外国の音楽聞こえますか？え？今？洋楽今聞こえないです。公演の日もらえるのかな。お手紙、お手紙早く読みたい。公演が始まったら楽しみだな。手紙たくさんもらえるかな。毎日新宿？すごっ、職場が新宿なんですか？声に癒されて寝てしまった。ヨンバーさん配信見ながら寝てたんですか今。おはよう、おはようございます。字が汚いからお手紙は書かない主義。わかる、なんかわかる。私も字汚いのでお手紙とかめったに書かないかもね。お手紙ってなんか一番なんだよ、なんかもうもらう側も嬉しいじゃないですか。だからお手紙とかって結構、ね、書きたいけどやっぱ字汚いからやめようってなっちゃいますよね。だからサインとか、サインとか書く機会がこれから増えるじゃないですか。サイン下手くそなんですけど、ちょっとだんだんたくさん書いて慣れるので、最初はちょっと汚くても許してください。最近好きなお洋服ブランドはどこですか？どこだろう。最近見るのは、あ、ずっと前からよく見るのはエモだとかジェイだとかマウジーとかは前からよく見ます。字綺麗な人憧れるって本当にね、なんかみんな女の子ってみんな可愛いのになんで自分はこんな汚いんだろうって思う。本当に字汚くて悲しい。お洋服はあと最近リリー・ブラウンとかダーリッチ、ダーリッチ、ダーリッチ、ちょっと発音が分かんないけどダーリッチとか見ます。手紙のパッケージ選ぶのめちゃくちゃ好き、これ喜んでもらえそうとか。確かにそういうのも、この人だったらこの封筒が合いそうみたいなのを選ぶの楽しいですよね。そう、なんて読むのこれ、どういう系のお洋服なんですか？あ、4番さん星ありがとうございます。なんかこの前新宿のルミネーストでちょっと買い物しようと思ってルミネーストに行こうとしたんですけど、なんかいつもだったら駅改札出たらルミネースト行ける
のに、なんか多分違う駅から行ったかな、違う駅から行ったからルミネースにたどり着かなくて、ルミネ2から永遠出れなくて、でもそしたらルミネ2にめちゃくちゃ可愛いお洋服屋さんとかいっぱいあって、だから新たな発見が、迷子になって新たな発見ができたので、今度ルミネ2に買い物しに行きたいなってずっと思ってます。あ、だるまありがとうございます。駅ビル、そう、え、ルミネ2からルミネーストの行き方がわからなすぎて、もう何回も何周も何周もして、そう、この前カレー食べた日です。そっからルミネ2から出れなくて、ルミネ2から出れなくて結局カレーを食べました。ファーファーとかニラなんとか、ファーファーは好きけどめっちゃ高くない？なんかファーファーめっちゃ可愛いと思って見て、なぜか値段見ずに、あ、これ可愛いと思って値段見ずに買ったら、え？って衝撃を受けた。まあ高いのは知ってたんだけど、高いの知ってたのに値段見ないで買ってしまって、え、高っってちょっと一瞬、あ、やめようかなって思ったけど、ちょっとお会計これレジに持ってってこれでやめるのはダメだと思って買いました。けどめっちゃ可愛いからまあ OK って感じです。東京って迷路ね、なんか新宿駅とか渋谷とか広すぎて迷子になる。海外の外国の音楽聴きますかって、あ、なるほど、ます、洋楽聴きます、たくさん。ミラ応援、ミラ応援、見たことあるかな。ファーファーはめっちゃ可愛くて好き。なんか多分個性的な、個性的って言っても個性的すぎないけど、ちょっと変わってる服が好き。なんかどこにでも売ってそうな、どこのブランドでもありそうなものじゃない、ここのブランドしかないっていうデザインが好き。ね、レジで 何円ですってやれて、あ、やっぱ大丈夫ですとかいうの、なんかね、さすがにやばいから買いましたけど。ハレとかのストリート系もあります。あ、確かにそっち系も大人っぽい系だよね、結構値段見ずに買うとか。いや、なんか普段は絶対に値段見るんですよ。でも何を考えてたのか、その時だけ値段見なくて、なんでか自分でも分かんないけど、なんで見なかったんだろう。あの時いつも絶対見るんですよ。はい、なぜか値段見ないで買ってしまいました。K-POP も聞きます。いろんなジャンル聞く。 K-POP も洋楽も日本の J-POP も聞きます。ジュエティ、あ、ジュエティも可愛くて見る。ジュエティとか、あとなんだろう、メグさんも同じこと話してた。え、何の話だろう。洋服の話。洋服のブランドはなんかそういういろんな、いろんなブランドが集まってるところに行って一周回って、あ、ここかわいいっていう感じで買ってます。
マーチンのブーツとかまあまあ値段ね。でもやっぱそういうのってその分可愛いから結局買っちゃうんですよね。あ、ともさんサイリウムありがとうございます。一目惚れで、なんかいつもは一目惚れして、あ、これは絶対に可愛いから買おうと思って家で試着しないで買って、家で着てみたら、あ、なんかちょっとサイズがとかいうのが多いから、最近は絶対に試着するようにしてます。なんかデザインはもう絶対に買うっていうくらい可愛いのに自分と合わなかったっていうの本当に多いから試着大事って思いますね。昔の夏メロ、え、めちゃくちゃ聴きます。昔の曲好き、めっちゃ聴きます。平成の曲で言ったら平成ジュリエットさんとか好きです。あ、レジで会計後にいらないって、え、そうだよね、言える人すごいと思う。店員さんの立場になったら、え、何この人ってのあるもんね。ネットで買うと、そう、ネットだとサイズが本当に間違えるから、でもネットの方が楽だし、いろんなやつ見れるから楽なんだけど、やっぱサイズが難しいよね。いきねえです。だってモバメのためにハッシュタグ作ってないんですよ。何にしようと思って、なんかそういうセンスないから、そういう名前決めるセンス本当になくって、だからみんなに決めてほしいです。平成が昔、いや平成が昔ではないんですけど、自分も生まれ平成なんで、まあ、当たり前だけど生まれ平成だから全然平成昔じゃないけど、平成の2000年代とかに流行った曲が夏メロって言われてるやつかな。駅前の夏メロってどのあたり、なんだろう、湘南の風とか、え、難しいな、夏メロなんだろう、倖田來未さんとか、洋服のお下がりくださいとか、え、絶対言えないですよ、言わないですよ、お下がりください、なんか絶対に言えないですね。返信をタグ、そう、ずっとなんかみんなが返信タグ作ってほしいって言ってくださるんですけど、思い浮かばない、名前のセンスがなさすぎて。ジュリエット夏ラブ、そう、もう好き、それこそ夏メロですよね。世代じゃないけど、あ、世代じゃない夏メロが好きかも。逆に雪ぽよ、雪ねえメール、昭和生まれで、すみません、なんで昭和に行ってみたい、昭和で一日過ごしてみたい。やばい、令和生まれ。あ、オレンジレンジとか、確かにオレンジレンジとか夏メロだ。雪メールとか、なんかもう雪メールとかでシンプルでいいのか、いいかな。
ハッシュタグ変身。変身ややば、誰かわかんないじゃん。倖田來未さん、倖田來未さんめっちゃ好きなんですよ。17期誰か、真帆、そう、大森真帆さんが17期にあのお下がりを17期にってくださったんですけど、それみんなじゃんけんで買った人からもらうって感じだったんですけど、じゃんけん1回、そう2回くださったんですけど、1回目じゃんけん最後に負けて、でそれでそう一番最後くらいだったから、それでちょっといただけなくて、次は漢字入ってた方が分かりやすい。了解です。次はちょっとそのレッスン場に着く時間がギリギリすぎて、いろいろなんかやってたらレッスン始まっちゃって、で結局その時もいただけなかったです。ねえねえゆきね、え確かになんかめっちゃ響きいい。じゃんけん弱い、じゃんけん弱いのかな、じゃんけん強いと有利だよね。あ、じゃあそろそろランキング読みます。いた、ランキング13位キーくん、13位キーくんさんありがとうございます。12位4番さんありがとうございます。11位まいさんありがとうございます。10位いさおさんありがとうございます。9位ユアワークさんありがとうございます。8位あみちゃんありがとうございます。7位ゆりやピースさんありがとうございます。6位ともおさんありがとうございます。5位としさんありがとうございます。4位まえちゃんさんありがとうございます。3位ふうさんありがとうございます。2位ジョルさんありがとうございます。1位あの姉さんありがとうございます。あやばい、時間になっちゃった。こんランキング読んでたら時間になっちゃったので、そろそろ終わりにします。ありがとうございました。また明日のお昼やるので配信予約も入れとくので、明日のお昼また見に来てください。ありがとうございました。バイバイ、おやすみなさい。おやすみ、バイバイ。あ、間違えた、こっちだ。バイバイ。